こんにちは、ラカジーです、今回は、イワシの回遊も始まってそろそろシジバスの気配も濃厚な、沖堤でこのビッグバッカー107を使って沖堤シジバスを攻略したいと思います。まあご覧のようにちょっとあいにくの強風なんですけど、こんな時こそこのビッグバッカーの飛距離を生かして、まあ、キャスタビリティを生かして、攻略したいと思います。そうですね、まあ、ベイトがいすぎてかなり直線的に水切り裂いてけえへんかった。来た来た来てこないなと思う。これもあんま先よりでかい。うわお来たよ。かなり、まあ、リアクション的に引いてけえへんかったら来てこないんですよね。すごい普通に引いててもビッグバッカー引いててもベイトにめっちゃ当たるんで、でかいでかいでかい。おぉごめんお母ちゃんネットおぉさっきより全然でかいわ。重たいもんすごいな。太いしええ食い方してるわ。ごめんねごめんね。おぉいいサイズいいサイズお願いします。イワシめっちゃ吐いた。うわちょっと待って。うわイワシめっちゃ吐いた。おお、ありがとう。やったー来ましたビッグバッカーでちょっと高速巻きでガツンと来ましたね。もうイワシの群れを切り裂くような感じで引いてきたらゴーンね、餌食ってますよね。楽しい、まあ、けどこうやってベイトを変色してるときはもうほんまにこういう、メタル系メタルバイブ系はすごい効くんでね。ちょっと手プルプルしてますけどね。まあむっちゃチャンスなんで今投げていいですか。さあ来い。逆にこうゆっくり巻いたらもう食わないんで、こうやって早く巻くことによってもうバイトしてくるから、こう早く巻いてこれるっていうのはこのビッグバッカーのバレた強みですわ。うっそー、めっちゃ当たってくんのに。さあ来い。まあ腹筋を基本も巻き合わせでここら辺から来い。おー来たー、来たよ来たよ来たよ。おお面白すぎる。すごい、テールフックと真ん中フックと両方かかってますね。まあバレにくいですねこうやって。はい、フックバッカー高速巻きドッカンですわ。よっしゃー来たよ。これはネットお願いしていいですか。すんません、オッケー、ありがとう。ちびっこも釣れちゃいます。こんな感じで、はい、これも早巻きでコツンと来ましたね。ちっちゃいけど、まあ、餌ヨウさん食べてるからヨウ引きます。結構こうやって竿を立てて引いてくると、いわゆるイワシのいるゾーンの5メーター向こうぐらいのところでちょうどルアーが水面に向かって逃げるんで、それで結構突き上げてきて食うっていうのが多いんですよね。おっしゃー来たー。今気持ちいいバイトやったな。ちょっとやっぱりね、イワシ自体がかなり表層に浮いてるから、遠くの方で表層巻いてみたら。来たよー、潮目バッチリ。
うわ、ええ食い方してるわ。行きましたビッグバッカー107、爆鳥っすね。釣れすぎ、おもろすぎ